ガサツな人あるある。820円になります。カードでお願いします。あれ？カードがないぞ。どこ行った？財布の中はレシートでぐちゃぐちゃ。なんだこれ、開かないんですけど。開かない袋はハサミを使わず歯で開ける。DVD や CD のケースを開けると違うものが入っている。CD や DVD のケースと中身をごちゃごちゃに収納。あー、めんどくせー。洗濯物も一度に引っ張って取りがち。2ページ目を書いていくか。新品のノートは最初だけ綺麗に書くけど後からめっちゃ適当。あれ、これ左右微妙に違うじゃん。靴履いたら見えないし、まあいっか。左右違う靴下を履いていることがある。あれ、毛抜き、ここに置いてたはずなんだけど、ないぞ。使った後元の場所に戻さないから物をなくしがち。よし、今日は洗濯物少ないし、このくらいでいいかな。入れる洗剤の量は毎回適当。よし、お着替え完了。あとは靴下を履くだけ。ダンスの引き出しを開けても最後まで閉めない。あれ、プリントがないぞ。げっ、あった。最悪だ、大事なやつなのに。ガバンの中からくしゃくしゃのプリントが出てきがち。